レオポール・アイ・ルは、フランス空軍の巡将であり、欧州宇宙機関の宇宙飛行士である。英語読みだとレオポルド・アイ・ハーツと発音。フランス語読みでは、エアルツと発音。アイ・アルは1957年4月28日に、ピレネーアトランティック県リアリッツで生まれた。1979年にサロン・イコールド・プロヴァンスの空軍主官学校で工学の学位を取った。 IR は1977年に空軍士官学校に入学し、1979年に航空工学の学位を取って卒業した。1980年に戦闘機パイロットになり、イストル空軍基地のジャギュア部隊に配属された。1985年にサンディジエ空軍基地の中佐となった。1988年、彼はフランステストパイロット学校を卒業し、 テストパイロットとなって、パリ近郊のブレティニー飛行テストセンターに配属された。彼はそこで、ミラージュ2000、アルファジェット、ミラージュ3、シュドカラベル、C-160 等の軍用機や、民間航空機の飛行試験やレーダー、装置の試験を行った。彼は40種類の異なった、飛行機に乗って3500時間以上の飛行を行った。また一度の緊急脱出を含め、 21度のパラシュートを行った1990年、IR はフランス国立宇宙研究センターによって宇宙飛行士に選ばれ、トゥールーズでエルメスの運用に携わった。彼は CNES がパラボリックフライトによる微小重力実験空間を提供するプログラムでカラベルの実験機のテスト飛行等を行った。1992年、 IR は2度目の欧州宇宙機関の宇宙飛行士選考に参加した。同年末、彼はモスクワで行われた餌によるロシアのブランの訓練の評価に参加し、そこでつ154のシミュレーターに乗った。また彼はモスクワのスターシティで行われた2度の短期宇宙飛行訓練コースに参加した。1994年、彼は カラベルのパラボリックフライトの責任者となり、1995年にはエアバス A300 を操縦した。1995年1月からは宇宙飛行士として上近の訓練を始めた。1996年8月に打ち上げられたフランスとロシアの合同ミッションであるカシオペアのバックアップとして訓練を行った。彼はこの次の CNES のミッションである。 ペガサスの乗組員になり、1998年2月にミールを訪れた。3週間のミッションで、彼は医学、神経科学、生物学、流体物理学等の様々な実験を行った。初めての宇宙飛行で、彼は20日と18時間20分を宇宙で過ごした。1998年8月、IR は 欧州宇宙機関からアメリカ航空宇宙局のジョンソン宇宙センターに派遣された。1998年から NASA の宇宙飛行士候補の訓練を受けた。2008年2月7日に STS-122 に登場して国際宇宙ステーションを訪れ第16次長期滞在に加わった。彼はコロンバスの組み立て作業を行い2008年3月に STS-123 で地球に帰還した。ありがとうございます。